1000人を目指しているオンラインサロンを100名から200名にする中で、サロンオーナーが目立った方がいい部分と、サロンメンバーが目立つ方がいい部分の住み分けのアドバイスが欲しいです。現在、幼稚園小学生の頃のような友達作りを根底に、綺麗事を言い続けて、身内で経済圏を回す方法を探求しています。という、ご相談でございます。なるほど。まあ、このね、ご相談に答えられるのは、日本で数名しかいないと思うんですけども、たまたま僕はですね、説得力を持って答えられるので、お答えしますね。まあ、時々、Facebook とかで、オンラインサロン立ち上げ説明会の広告が流れてきて、まあ、そこにはですね、誰でも簡単に稼げます。初期投資、月額維持費はほぼかかりませんと書かれたりしているんですけれども、あれはまあ完全に嘘なんですね。まずお金がかからないから維持費がかからないっていう考えがそもそも間違っていて、維持するために時間をかけてる時点で実質ですね、自分の時給分のお金は発生してるんですね。で、この維持するためにかかる時間っていうのがオンラインサロンの場合は途方もないんです。僕、西野明エンタメ研究所っていう7万人の、オンラインサロンを運営しているんですけれども、仮にですね、普通の人にですね、運営をバトンタッチしたら、最初の1ヶ月で5万人ぐらいは、辞めると思います。結論言っちゃうとですね、住み分けも何もですね、サロンオーナーはずっと目立っていないといけないんですね。オーナーっていうのはチームの理念そのものなので、理念がぼやけると、やっぱチームって崩壊しちゃうんですよ。で、相談者の方の質問にはですね、オンラインサロンはある一定のラインを超えればサロンメンバーが新規サロンメンバーを呼んでサロンが自走し始めるっていう前提が含まれているような気がするんですけれども、それは幻想で、やっぱりね、どこまで行ってもサロンオーナーが頑張らないとダメなんですよ。サロンメンバーが増えるっていうのは、辞めるメンバーよりも新しく入ってくるメンバーの方が多いっていう状態だと思うんですけども、どこまで行っても辞める人は出てくるので、オーナーは常にですね、新しく入ってくるメンバー候補にアプローチをし続けなきゃいけないんですね。たくさん挑戦し続けなきゃいけないし、たくさん発信し続けなきゃいけない。そしてこれは、サロンの外のオーナーのお仕事ですね。では、サロンの中でオーナーはどう立ち振る舞えばいいかっていうとですね、発信量っていうのはね、サロンによって様々ですが、発信内容は常に更新し続けないといけないわけですから、やっぱり挑戦し続けなきゃいけないんですね。いやいや、でも〇〇サロンのオーナーさんなんかはほぼ何も発信してないですよっていうご意見もあるかもしれませんが、黙っているのに待ち合わせ場所になっているっていうのが一番難易度が高いんですね。例えば僕が知る限りだと、堀江貴文さんのサロンが、そこに該当すると思うんですけども、堀江さんはあのサロンを運営し続けるために、もうね、朝から晩まで日本中飛び回っていて、その移動距離に比例する形でインプットしていて、そしてそれをサロンにポロッと発信している。だからサロン内の発信量が少なくても目立ってるんですね。そこはですね、圧倒的な努力が下地になっていると。なので、目立つイコール発信の量って考えない方がいいかもしれないですね。量はさておきですね、サロンメンバー、サロンオーナーはですね、やっぱ目立ち続けないといけない。で、僕なんかはね、才能がないので、サロンが20人の頃から7万人になった今でもですね、発信の量でなんとか目立っています。まあ、いずれにせよ楽な道はありません。頑張って目立ってくださいっていうところでございます。応援しています。